という間だったね。このまま何も起こらずに無事開催できればいいけど。氷川先輩、さっき連絡があったんですけど、千里さんに急な仕事が入ってしまったらしくて。ええ、チャットは確認したの。確か開演中にはこちらに来られるのよね。はい、なので少し出番をずらしてもらえれば間に合うと思います。本番はそれでいいけど、リハはどうする？一応昨日のうちにリハはしましたし、機材もこちらに運んできているので問題はないかと。パステルパレットとして問題なくステージができるということであればいいと思うわ。はい、大丈夫っす。それでタイムテーブルなんですけど、何も起こらずは無理かもしれないね。私たちもみんなのサポートしていかないと。千里ちゃん、急なお仕事が入っちゃって、大丈夫かな。千里はプロだからね。仕事に穴を開けるようなことはしないさ。そうですよね。その件でちょっと全体ミーティング、ホールの方に集まって。知っての通り、白鷺さんがお仕事の都合で遅れての参加となります。それにあたってタイムテーブルを変更させてもらいました。具体的にはアフターグローとパスパレの出番を逆にしてる。演奏する内容に影響はしないと思うけど、大丈夫？問題ないよ。 OK、 助かるわ。では細かく全体の話をしたらリハーサルに移りましょう。はい。氷川先輩、取りまとめがうまいですね。勉強になります。生徒会に入っているからかしら。役に立てているなら嬉しいわ。へえ、さすがですね。さあ、時間はあまりないわ。リハーサルを始めましょう。もうすぐ本番か。ドキドキしてきた。お客さんも同じ気持ちになれるように、みんな笑顔になれるように、私たちは演奏すればいい。特別なことなんかじゃない。うん。そろそろ出番よ。はい。皆さん、はじめまして。私たちポッピーパーティーです。私たちの演奏は大成功。トップバッターとして客席をバッチリ盛り上げて、私たちの歌であんたたちを燃え上がらせてみせる。アフターグローのみんなのライブも大盛況。でも次パスパレの出番のはずだけど、大丈夫？まだ千里さん来てないみたいだけど。前のお仕事がちょっと押してるみたいです。千里さん大丈夫でしょうか？千里ちゃんなら仕事に穴を開けるようなことはしないよ。大丈夫だって。多分。遅くなってごめんなさい。出番は？来たー。次が出番だよ。間に合ってよかった。あと15分ほどで出番です。千里さん、大丈夫ですか？大丈夫。私はパステルパレットの白鷺千里よ。ステージに穴を開けたりしないわ。皆さん、こんにちは。私たち、パステルパレットです。パスパレの皆さんのプロの意識を感じさせるステージに、アロハピの思わず笑顔になっちゃうようなステージ、ロゼリアの圧巻のテクニック、どのステージもバンドの個性が溢れてて、とっても。いやー、楽しかったね。今日もいいライブしちゃったな。うん。
そろそろ最後の曲の準備をお願いします。かすみ、そういえば最後の歌詞はまだ決まってなかったよね。かすみちゃん、最後の歌詞は